こんにちは。久しぶりです。あ、こんにちは。お元気ですか？ ちょっとテレビ見てたから こんな感じかな？本当だ。ナス、ピーマン。そうそうそやりますね。う。ちょっと待ってくださいね。はい。お、暑すぎてお外が。あれ、ちょっと待ってくださいね。そうそう、こんな感じ。こんにちは。準備じゃばったんですか、純子さん。そうですね、大丈夫そうです。大丈夫そそうう。そうそう。なんかそちら今日ものすごい暑いみたいで。暑い、35度、今週ね、すごい暑いみたいで、35度以上。ね、なんで、そう。お昼からはね、もう出れないですよね。出れないですね。そっちは風は落ち着きました？いやいや、また風が、午後はね、いつも通り。いつも通り。そう。あ、なん南仏で、らしもう、いね、野菜が。そう、野菜いっぱいです。ねえ、ああ、ズッキーニの。そう。すごい、すごい。ちょっと、わあ、洗って、乾かしたら、ちょっとお花がし、ちょっとだけしぼんでしまいまして。しぼむのね、やっぱり。そうなんですよ。しょうがないかな。っていう感じかな。さあ、始めましょうか。始めましょうか。2時。じゃあ、画面を。暗いね、やっぱり。そう、ゆかりちょっさんと暗いい。る。私がいないね。ゆかりさんがいはないいはよ。いはい。はい、こんにちは、皆さん。今日も見ていただいてありがとうございます。こんにちは。ありがとう今ございます。日で17回に、ね、はい、なりますけれども、今回はちょっと変えまして、いつもね、マスターがご案内していますけれども、今回は、ちょっと南仏のお料理。前回スイーツで、ね、やりましたんで、今回はちょっとお料理なんですけれども、ちょっと今回は変えて、はい、やらせていただきます。で、今日はポートダジュールの、ゆかりさんの方は、肉のファルシ、肉詰め、野菜の肉詰め。最後に肉で、詰め。私のプロバンス、こちらからは、ラタトゥーユなんですけれども、ちょっとアレンジしたラタトゥーユのやり方がありますので、ご紹介させていただきます。で、今日はゆかりさんの方から始めますので、はい。で、ゆかりさんも準備が、そうではい、す良ね。ければ。はい。いいですか？はい。では、よろしくお願いいたしはい、まよろす。しくお願いします。はい。はい。じゃあ、このままそれ変えでて。はですね、画面の方をまたちょっと変えさせていただいて、あ、このままでもいいかな。私はあ、もうこちょっと。ういう感じ。はい。おそらく、今、お書きいただきました、ズッキーニ、この形が変えないっていう、お花、コメントいただいた、そう、ファルシーと今日はラタトゥーユになります。よろしくお願いいたします。この形が、ね、もしかしたらご購入いただけないかもしれませんけれども、私、コートダジュールの方からは、今日は、あ、うるさいの、野菜のファルシ、レギュームファルシというフランス語になります。おね、ご紹介いたします。お、ご紹介させていただきます。ね、中にですね、詰める、ファルシというのが詰め物。日本ですと、ピーマンの肉詰めがございますね。で、それとまず全く同じなんですけれども、牛肉。日本でしたら合いびきでも全然よろしいかと思いますが、だいたい牛肉ミンチ。私今日は、まあ、300グラムぐらいございまして。そして、パン粉はもうすでに牛乳で浸しております。あとは、
卵ですね。それからあとはお塩と胡椒、そしてやはり南フランスの料理になりますから、ハーブドプロバンスを私は入れます。プロバンスの香草と呼ばれるものですけれども、あとはですね、パセリだけでも結構ですし、まあ、香草苦手な方はお入れになられなくてもよろしいかと思いますけれども、やはり南仏料理には欠かせない香草になります。で、このハーブドプロバンスというのはお土産屋さんででも、こちらでですね、来ていただきましたら、あとはマルシェでもご購入いただけるもので、私はいつも袋で買ってるんですけれども、乾燥ハーブで、主に入っているのは、ローズマリーとか、オレガノ、タイム、バジリコ、あとは、シソ科のね、木立ハッカーなどが入っているのがございます。ですから、いくつかのハーブが混ざっている、こういったもとても便利なね、ハーブがございます。で、まず、ファルシのお野菜関係なんですけれども、そう、ゼルブドゥ・プロバンス。そうですか、そう、日本でもいろいろと、例えば、ちょっとカレーに少しハーブね、入れていただいたり、ビーフシチューなどに入れていただいたり、少しね、あとは、香草、ハーブ焼きとかお肉のね、そういったパン粉にちょっと混ぜていただいたりとか、いろいろな応用していただけるハーブになります。で、この、レギュームファルシというのは、南フランスのレストランでも、レギュームファルシという形でメニューの中にもございますし、あとは朝市など、あとお惣菜を販売されているところなどでもございますが、まあ、こういったですね、トマト、そして、ズッキーニ、クルジェットですね、そして赤、緑、あとは黄色のピーマンなど、であとですね、じゃがいも入れられたり、あとはこういったマッシュルーム。丸い形になっているものなどがですね、よろしいかと思います。タイルの色合い。ありがとう。そうですね。それでは、切ってまいりますけれども、この後で肉の方はね、いたしますが、トマトのこのヘタの部分、こちらは今度、ちょっと蓋のように、帽子のようにね、自他しますので、切り方が、ちょっとこう、よいしょ。あ、こう、ニンニク。このようにして、少し、このあたりぐらいで、こう切っていただきます。それから、ちょっと難しいかもしれませんね。包丁で、この周りの部分。ですから、中をくぼみにね、こうしていただくわけなんですけれども、下まで包丁を入れてしまうと、ここ、穴が開いてしまいますから、そこだけちょっとお気をつけいただいて、そして周りくり、いただいたら、あとは手でですね、こう、中のお汁を、と種を絞ります。で、このお汁とお種も、私は後ほど牛肉と一緒に和えますので、そしたら、このようになりますね。それを置いておき、で、こちらもですね、後ほどちょっと利用いたします。それから、すべて、もちろんお野菜すべても洗った状態になりますね。ズッキーニも同じく。そう、新鮮なトマトなんですよ。これも。なかなか。そしてこちらもですね、クルデとも同じく、これぐらいの場所で切っていただき。こういう感じですね。で、この部分も同じく包丁で切るんですけれども、ちょっと斜めにね、こう。難しいかもしれませんね。こういうふうにして。あまりたくさん中の白い部分を取るといけないので、もうこういう形でくるっとね、これが出てきます。そして少しなってもこういう感じ。で、あとこちら、色がちょっとくすんで、変わってきたりするので、あとこちらちょっとお水でいいなしね、つけておきます。で、この帽子の部分ももちろん後ほど利用いたします。で、こちらですね、中の部分は後ほど、これも、牛肉の中にですね、入れます。あと、じゃがいもの剥き方ですけれども、これは小さな、もう、エコノムという皮剥き器があれば、もちろん皮剥き器でしていただいて、そして、なるべくちょっと丸めの
あまり大きくないですね。野菜を使われるのがよろしいかと思います。日本でしたらピーマンとかも小ぶりでいいんですけれども、フランスはすべてのお野菜の形が大きいので難しいんですが。そして、じゃがいもを切りましたら、平らにこうちょっとこう丸めて、止まったぐらい。こちらも少しだけ包丁で手を気をつけていただいて、これぐらいのところで切ります。これですね、こういう形。で、これも同じく中くり抜きます。丸い形の、くり抜き器みたいなのがあればよろしいですし、あとは私のようにも包丁でね、こう、周りをくしくしと動かしながら気をつけていただきまして、包丁はちょっとこう斜めにしていただいてね。そうするとこう出ます。おっと、あれ。はい、こういう形ですね。ほら、ちょっとお分かりいただけますかね。で、この中の部分は、牛肉ミンチに使うのではなくて、一緒に後ほど火を通しますので、これぐらいの大きさに切って、ちょっとお水にね、つけておきます。このじゃがいももお水にね、つけておきます。そうなんです。よく育っておるんですね。もう、こちらのね、お野菜関係が全部、大きくて。そして、あと、まあ、こういったピーマン、すべて同じになりますけれども、日本でしたら小ぶりなので、これもポンと真ん中で切っていただいて、そしてちょっとこのヘタの部分だけ取ってですね、そして、例えばね、半分に切って、これで1人分っていうふうにしていただいてもよろしいかと思います。こちらですね。ただその場合はちょっとこのヘタの部分取らないといけませんが、もしくはこのピーマンのようにちょっともう半分ね。じゃがいもは初めて、じゃがいももですね、お肉とやはりじゃがいもが合うので、ぜひ利用していただければと思います。こういった形でも結構ですし、あとは、器になるような形でね、このような普通に4、もしくは8等分ぐらいに、そしてこの白い部分はうまく取ってですね、そう、こういった1人分ぐらいの形にしていただきます。ですので、この部分を今日ピーマンね、こういう形にしますけれども、あと少しこの白い部分を全部、周りの部分ね、こうお取りいただきます。並べて、並べていきますね、ちょっと横手で。で、赤ピーマンは、黄色のピーマンと同じように、大きいの。形ね、だから種も取っていただいて。結局、いろいろなお野菜をたくさん食べれる料理ということで、南フランス、こういったね、お野菜を使った料理が多いのですが、純子さんが今日作っていただけるのも、ほぼね、同じような食材を使っていただくようになります。で、こちらの、この軟骨のお野菜を使ったこのレギュームパルシは、南フランスでは夏でもね、食べていただけるお料理になりますね。こういった形で、いくつかちょっとね、しておきます。そして、あとは、マッシュルーム。もうマッシュルームはね、日本、こちらも結構巨大なマッシュルームがあったりするんですけれども、この周りの皮というか、これを取って、そしてもうこれで十分になります。しいたけでもよろしいかもしれませんね。しいたけ苦手な方もおられるかもしれませんけれども。そう、まあ、こういう形で、ちょっとね、お野菜関係、今ご紹介させていただきました。はい。そして、あと、中のですから、今から、肉の主要部分ですね。ミンチの方を使います。ちょっと、
まず、ニンニクが苦手な方は別に入れられなくても大丈夫なんですけれども、ニンニクを入れてやはり風味づけるという、そう、マッシュルームも大きいです。そう、マッシュルームの周りの皮ね、だけ、薄い部分だけを剥いていただくと、日本でしたらもしかしたらもう皮も剥いてしっかりとね、もう準備されたものを販売いただけ、購入いただけるかと思います。で、さて、先ほどの、このクルジェットの部分、残っておりますね。あと、このニンニク。ニンニクは、もう、私はですね、適当に。みじん切りです。ニンニクチューブがね、日本には ありまして、私も時々ニンニクチューブを使ったりいたしますし、あとは乾燥のニンニクチップ、使っていただいてもよろしいかと思います。あとは、やっぱりこの生のね、ニンニクは香りが、すごくいいので、これだけで。これだけで。はい、これで、みじん切りになりました。こういう形です。それでは、よいしょ。牛肉に、もう、ですから、ここからハンバーグを作る要領になりますね。このパン粉を入れます。牛肉ですから、ミンチが私は確かだいたい約300グラムぐらいございまして、パン粉を20グラムぐらい使っているかなっていうふうに。で、それから、ニンニク、こちらは一片っていうんですかね、一片入れております。こういう感じですね。それから、先ほどの、ズッキーニの中の部分。別に入れられなくても、じゃがいもと一緒にですね、最後に火を通していただいても、それは問題がございませんが、ですね、もう、お菓子と違ってですね、レシピというのがあまりお料理ではないので、今回ご紹介できてないんですけれども、後ほど、どういった材料を使うかっていうのと、あとはお好みでね、変えていただければ、そして先ほどのトマトのお汁もちょっと入れまして、それから卵も1個。まあ、これは、もう、半分ですね。で、そこで、胡椒と、私は胡椒が好きなので、胡椒と、そして、お塩。お塩も、私は、精製塩ですね。使いまして、いや、ゆかりさんコメントでね、パン粉が日本のものよりかはしっとりとして見えますが、何かで、湿らせているのですかって。パン粉。パン粉は、牛乳でつけてあります。そのままではなくて、パン粉は柔らかくなるまで牛乳で浸しておいたので、少しこう、しっとりと見えていただいたと思いますね。さて、ここでもう、あとは手作業ですね。こう混ぜていきます。で、ちょっと、トマトのお汁も入ったりするので、若干水分が多く感じられるかもしれませんけれども、焼いた後に牛肉ですから、このミンチが柔らかく出来上がるので、トマトと、そしてもう卵ですね。卵1個で十分。そうです。牛乳、
よく牛乳はどの牛乳でも低脂肪でもね、もちろん何でも問題はないんですけどね。そう、こういう形で、これでもう種が今、実は出来上がりました。さて、それでは、ちょっともういくつかね、こう、切っておいたのがございました。このようにね。そう。あとはですから、まあ、トマト、そしてズッキーニの丸いズッキーニ、ピーマン、何、いくつか好きな、お野菜、あとはじゃがいもですね、入りまして、先ほど小さく切ったじゃがいもも、この一緒に火を通すということなので、こうやってね、下に入れていただき、そう。で、実は、これ、何でしょう？ 何でしょう、これ。なんでしまょうあ、ね。缶詰で売っているので、缶詰で私はもう購入をしてあるんですけれども、こういった形ですね。何かございますでしょうか。何か。そうですね。難しい感じ。そうです。アーティチャップ。すごい。そうなんです。朝鮮アザミというですね、アーティチョークの萼の部分、葉っぱのでは葉っぱがこうね、ゴツゴツとこうついておりますけれども、そう、アーティチョークです。その中の萼の部分だけ、このようにもう湯がかれて、ちょっともう缶詰で売っているのをちょっと購入して、いつもおるんですけれどもね。こちらもこういった器になっているので、額も。なので、こちらも用意いたします。さて、先ほど作った種を、もう指でね、このようにして、この器にこう入れていきます。こういう形ですね。で、器になっているような形も、お寿司の種を ご飯をね、作るような感じで、そう、こういうふうにして、入れていただき、ピーマン。そうなんです。缶詰が売っているんですね。フォン・ダーティショという言葉で。なので、サラダとかに使ったりする分に関しては、やっぱり生の方が美味しいんですけれども、こういったもう火に通したりするようなタイプの時には、私はもう大体缶詰を 使いますね。で、このようにしてね、そう、トマトをもうこう中にこう入れます。なので 300g で、パン粉が 20g ぐらい、プラス卵とかが入りまして、まあおそらく3人分ぐらいは十分にね、ある量になります。そう、こういうふうにして入れてね、いきます。そう。そしてあとはマッシュルームと、マッシュルームじゃなくて、このズッキーニ。ズッキーニさん。お帽子かぶってたのでわからなかったですね。そこに入れまして、そしてズッキーニも入れまして、このように今マッシュルームにも入りました。はい、こういう感じですね。それから、そしてこの火が通った、火を通すんですけれども、ここにお水を浸します。これで結局、よいしょ、お野菜が結局湯がかれますので、でそこに少しだけ香りで、そう、オリーブオイルが入ります。ちょっとだけ。ちょっとだけ。あーっと入りました、今。
そう、彩りが良くなりました。こういう感じです。で、そうしましたら、そうでしょうね。あってもおそらくその、輸入野菜コーナーとかそういったところに行っていただかないとないかも、知れません。なかなか軟仏野菜というのも今ね、いろんなところで購入していただけますけれども、やはりご購入しにくいね、お野菜もございますね。ただ、アーティチョークがなくても、そしてこの丸いズッキーニがなくてもですね、きゅうりのような形の細長いズッキーニも半分に切って、そして縦にもう一度半分に切っていただいて、中をこうくり抜いていただいて、そしてこういう長細い形の、野菜のこの肉詰めっていうものもできます。そしてこれをオーブンに入れて、焼くわけなんですけれども、オーブン機能によってこのじゃがいもに火が通るまでっていうような感じで考えていただいたらよろしいかもしれません。じゃがいもに火が通るともお肉の方はしっかりと火が通りますから。で、私は、200、もう50度ぐらいのオーブン、機能でだいたい45から50分ぐらい、包丁もしくは竹串で特にもうじゃがいもをね、こう刺していただいて、スッと通ったらもう終わりっていうような気取りになります。こういう形でですね、まずは野菜のレギュームファルシを今ご案内させていただきました。それではですね、純子さんはい。の方ははいい。かがでしょうか。はい。はい。で、今日私、ラタトゥイユなんですけれども、ラタトゥイユ多分もう皆さんね、作ってる方、たくさんいらっしゃるかと思いますけれども、結構ズッキーニとナスとピーマンとかね、入れて、その形が残ったままですけども、今日ご案内するのは、あんまり形がもうないグツグツの感じで、これモロッコ風の、ザールクという、これがラタトゥイユという意味なんですけども、ちょっと向こうのやり方で、2種類やり方がありますので、紹介させていただきますけれども、まず今日使う材料はもうトマトと、ナスと、ピーマン。3種類です。ゆかりさんコメントで、お肉に混ぜた野菜は何でしたか？お肉に混ぜた。ありがとうございます。ですね、野菜。お肉に混ぜたお野菜は、お肉に。トマトの、ああ。中をくり抜いた時のお汁と、そして、クルジェット、ズッキーニの中をくり抜いた部分を切ったものと、それからニンニクになります。ニンニクをみじん切りにいたしました。それのみになりますね。そして結構長いオーブン、そう、長い時間ですので、あとはそのじゃがいもが結局火が通るということになるので、じゃがいもが良ければ先に茹でる、もしくは蒸して火を通しておいてもよろしいですね。そうすると時間の方は、あとはもうお肉とお野菜が少しとろけるというか、そういう形になるまでのお時間になりますので、その方が時間短縮になりますね。いえ、ありがとうございます。はい。それで、ちょっとこっち先に、これもトマトだけなんですけども、ちょっとこう、煮込んでるトマト。それでこれは、ナスです。ナスも、もうちょっともう、形が崩れるぐらいまで、これぐらいまで、煮込んでまして、二種類、野菜の剥き方、皮を取る、剥き方、やり方があるんですけども、一応このガスを使うのと、そしてあともう一つは、オーブンで、野菜の皮を、取るという、はい、二つの種類がありまして、で、こっちも今少しも始めてますけど、これがトマトですね。あとこのピーマンは今、火かけてないですけども、私はガスなので、これでこうやってパーッとピーマン、焼いていって、そしてそれから後で、皮を剥くという、これが、こちらの、トマトとナスとピーマンを使ったやり方で、ちょっと携帯、ちょっと画面を。そしてもう一つの方向、もう一つが、あとオーブンを使ったやり方なんですけども。2、
あんまり携帯でごめんなさいね、今日。そういう時に、家に今日で、ね、誰もいなくてね、カメラ、最近がなくてね、あんまり。静かなる静かでよろしいのですか。あと、この、ピーマンですけども、これちょっと最初にやっといて、これで、緑ですけども、これでやると、パートも全部、皮が、取れていくので、こうやって全部皮を剥がして、はそい。れで、あとは、ちょっとまた、洗って、きれいにして。で、あと、これ、あと、ピーマンと、ナスと混ぜて、あと、トマト、ソースと混ぜるんですけれども、ちょっと、これ、ぐるっと、これも、バーンと皮が、むけますので。で、結構、これも、さーっと、こう、皮をむく感じになります。そう、本当大きい こちらのはそう、ピーねマンがね、ちょっと待って、ちょっとありますね。そう、もうね、今回私、まあ、なるべく小さめのお野菜を選んだんですけれどもね。でも、純子さんのように煮込みとかにされるとね、大きくても。そうですね、もうね、サイズがね、大きいんでね、ナスとね、とかピーマンとか。で、あとこれをもうバーターの、切って、それも柔らかくね、なりますので、このやり方とあるんですけれども、それであともう一つは、オーブンの、で、これも、オーブンに入れて、大体もう50分ぐらいですけども、ピーマンとトマトと、あとお茄子。これ、お茄子はこれ、こんな感じで、これもお茄子、まあ、一緒にオーブンに入れたんですけども、で、あとちょっとこう、サランラップにして、それで、これから、これ、そうここそう、ちょっ焼きと、なすの、そうそう、焼きなすのね、いろいろ。そうですね、そうですね。で、ちょっとそう、こう、焼剥きがピーしマンとかて、ね。で、ちょっとこっちの上のところを、キャバに切ると、切って、そしたら、ここの、ばあちゃんのこれ中ちょっの、と大きい。そんそなう、大ナきいスもの？すごい大きいんですよ。これ。そしたら、ナスのこの中身がばあって出るので、で、中だけ、ね、ほうほなうほう。ので。うわ、なんか田楽味噌とかいいですね。で、結構、で、この中身だけを、こうやって取ります。もう一個、もう一つ。したら、中身が。出てきます？出てきます？ってこと？大声出して。日本のナスならどうですかね？どうなんでしょう、違うのかな、どう。まず、味とか美味しいです。味はそんな変わらないでしょうね。多分ね、そうですよね。それは、例えば、ね、その焼きなすにされて、皮を取って、ほんで、この中の部分を
みじん切りとかは無理だもんね。あ、そう、でもそれでもいいかもね。うん、でもやっぱり絞った方がお汁が一緒に出るからいいのかしら。お世話に出ちゃったんだけど。お茄子はオーブンと、あ、はい。お茄子はオーブンで焼いてから。そうです、オーブンで焼いて、それでちょっと熱が取れたら、サランラップして、ね、10分15分ぐらい、はい、置いてきました。じゃあ、食感、私もこれ。そうそう、皆さん、出来上がりがなんかちょっとびっくり状態になってきてるかも。ラタトゥイユですよね。で、私も多分、モロッコ風ラタトゥイユ、すごく楽しみで、いつもね、形が残るラタトゥイユはね、ございますから。そうそう、すごい興味がある。ピーマンもオーブンで、ね、やったら、こっちもバーって皮が、これで結構、きれいに、ね、皮が取れるので、ピーマンはね、皮を取っちゃった方が。それオーブンで何分ぐらい、何度ぐらいでされてたんですか？ピーマンとかお茄子とか。180度で、50分ぐらい。ああ、やっぱり長く。ちょっと長いね。あとは、網焼きとか、バーベキューの、機械とかがあれば、それでされる簡単かな。まあ、でもね、まあ、皮は取った方が、ね、いいみたいで。ピーマンも取って、ナスも、もうなかなか、ね、形が、わかんないぐらい。そうですね。ね、ぐつぐつと。でもそれだけでなんか十分なお茄子と焼きナスと焼きピーマンで。焼きなす焼きピーマンじゃない。そうそう。パプリカ、そうそう、パプリカでも大丈夫ですよね。そうですね。これもちょっとバーッとこう切って、で、トマトソースに、あえていく感じなんですけども、それで、そうそう、グリルしたら甘みがね、ぐっと引き立つというか。そうですね。そうですね、結構時間がかかる。そパうピですンよがね。ね。あ、そっか、パピーガンがもっと小さいですもんね。あ、そうです。緑の、もう全部全体的にピーマンは小さいですよね。ね、小さいんでね。だってこれ私のも半分に切っても、この私の手の大きさですから、これ。そう。小さいの選ぶのが、ね、大変ですよね。あ、これ一番小さかったピーマン。ああ、確かに。ピーマンって皮が残るのが苦手っていう方多いですよね。ああ、そうか、そうですよね。煮込みの時とかも、それが残っていたりすると。ナスね、さっきのオーブンでやったやつ、これをもう、こちらの、さ、ちょっと最初炒めておいた方と、ちょっと今混ぜてますので、皆さん、先ほどの中のですね、フライパンで炒めた。お汁も一緒に。入れちゃいました。はい。
隣で、あと、こちらのトマトですね。トマトソースはこちらで。で、これもちょっと20分ぐらい。これも生のトマトですけど、パーってこの、皮は取って。皮は取って、あとオリーブオイルと。それでこう、ちょっと煮詰めてます。やっぱり湯むきされてってことですね。あ、湯むきもそうですね。湯むきでもいい。そうですよ湯むね。きして。あとオーブンでしたらトマトが見えるかな。トマト。お茄子の方にはお茄子だけで、オリーブオイルとかも何もなし。最初は入れてました。オリーブオイルで。あ、入れて。そうです、そうです。炒めてます。なんか別々に炒めないといけないってことなんですね。普通のラーメンね、店そでうみは。たいで、なんか、ナスはナスで、で、隣があったトマトソースはトマトソース。で、最後に、こっちにナスを入れる。トマトの方に入れるので。なんか普通のラタトゥイユとは全然違いますね。そうだね。あ、トマトは湯むきした後に、種も中のものも種も全部入れて炒められてますか？そうです。そうしました。そう、だからちょっと高め、ね、じゃあ皮種が。なしだけですね。そうです。皮は取りました。ですね。それで、ナスが、多分もうちょっと本当は、ね、炒めた方が、ね、いいかもしれないんですけども。で、この中に、さっきの、ピーマンも。はい、ピーマンもちょっと入れていきます。みじん切りに切られたんですね。そうです。で、ピーマンとナスと。それで少し。炒めて。ただ、この調味料なんですけども、お塩と胡椒は入りまして、で、あと、こっちに、ちょっとあるんですけども、これがこっちで売ってるキューマン？これは日本語で、クミンって言うんですか？クミン。クミンですね。ですとか、あとこれはジンジャーですね、ジンジャー。で、あとパプリカ？このパプリカ。全部パウダーですかね。そうです。あと塩コショウと、入れて、で、あとちょっとトマトの、ちょっとじゃあのジュース、これもちょっと入れますので、ちょっとだトけ、マトピューレかな？トマトピューレを、ちょっとだけ、入れまして、やっにぱりモロッコ風だからちょっと香辛料が入りますね。香辛料がね、そうです。入ります。で、あとパセリかコリアンダー、これもね、多分日本であるとは思うんですけども、これ、こっちがコリアンダー、で、こっちがパセリです、パセリ。これもね、あったら、もうみじん切りにしたものがあるので、ちょっとパッと加えますけども、加えて、辛いですか？辛くはないです。クミンとジンジャーだから辛いという辛くはないですね。オリエンタルですね。モロッコ風ラタトゥイユっていうのは私も初めての作り方を見るので、で、これパプリカですね。パプリカ、スプーン1杯ぐらい。もうちょっと、ごめんなさい。もうちょっと入れて。で、あと、あと2つ。ジンジャーと、あ
あとでも塩コショウと、あとなんか、なければ、チキンの、クノールとかのね、あれでも全然大丈夫だと思うので、味付けは。で、このジンジャーも、ちょっとこれぐらい入れて、香辛料そうですね、だいたいスプーンの、で、小さじ1杯ぐらいで、それで、ちょっとこう炒めて、煮詰めて、で、あとは、このナスとピーマン、これを、こっちに入れて、あ、終わりです。なので、別々で炒めるから味が美味しそう。そう、別々でね、そうですね。で、最後にトマトソースに合わせる感じになりますので。に絡めるっていう感じですね。絡め、最後にね、絡めるって感じです。なんか一般のというか、こちらのフランスで作るラタトゥイユはもうね、煮込むんですからね、すべてのお野菜を。そうですね。ここまでしっかりとこう炒めるっていうのがあまりないから。ズッキーニはね、入れないんでね。これ、ナスとトマトだけでもいいですし、ピーマンとこのトマト、だけでも、いいみたいですね。でも今回の方が彩りが良いですね。なんか、ナスとね、ピーマンをね、入れた方が、いいので。で、ちょっとこのまましばらく、煮込みますので、ゆかりさん、準備できてます？そちらのズッキーニの。もう見入ってますので、純子さん。私。もし、ちょっとこのまま火かけておきますので。どうぞ。純子さん、ご質問が来ておりまして、やはり作り方が違いますねっていう、パウダーの入れる量が違いますね。でもね、多分ね、私入れたの多分ね、少ない方だと思います。もっとね、モロッコの向こうの方ね、もっと調味料入れるので。で、多分これ、5、6人分ぐらいでしょうか？それぐらいになるかな、いつも。冷凍はあまりされない方がいいですよね。いっぱいたまに作りすぎちゃったら。ラタチュイユ、でも、冷凍できますよね。そう。ではね、ちょっとやっぱり多めに作って、保存食みたいな感じですね、じゃあ。そうですね。じゃあ、煮込まれている間に。ちょっと弱火で、じゃあ、私の方で。で、下の画面で、また私、川本ゆかりの方からもう一品、プラスアルファということなんですけれども、野菜の詰め物というものと同じく、コートダジュール、あとイタリアの国境を越えたリグリア州あたりまでで食べられるですね。あとでラタトゥイユのお野菜の分量とか、また純子さん、ご紹介ください。で、ちょっとですから洗って、少し花びらがしなっちゃってしまっておるんですけれども、ズッキーニのお花、フルードゥプロジェット、こちらをですね、フライに、日本でいう天ぷらにして、コートダジュールやイタリアの国境付近、リグリア州などではですね、召し上がられます。それをですね、本日ご紹介するということで、レギュームファルシー、野菜の詰め物、プラスアルファということになります。で、こちら、ここにですね、もちろんズッキーニ、クルジェットの細長いね、部分が来るんですが、そのお花の部分をフライで食べるということに、ね、なります。で、この天ぷら、日本でしたの天ぷら粉が、もうおそらく常備であるかと思いますが、そう、ズッキーニのお花で、味はどうですかと聞かれると、とても困るこのフライなんですけれども、毎回ね、すごく困ってしまうのですが、
そう。何をつけるか、横手で、トマトソースとか、塩、コショウ、普通に日本の天ぷらのように、そう、そのように。で、日本の、私ももちろん日清の天ぷら粉が家にあるんですけれども、そうではなく、今日はですね、見つけた、なかなか美味しそうな天ぷら粉を紹介したいと思います。薄力粉、こちらもふるっておりまして、あ、そう、私も結構好きで、こちら、10個ぐらい、あ、12、3個あるんですけれども、これ全部フライにして、もう一品になりますね。そして、おソースも後ほど紹介したいと思いますが、私も愛用しているおソースなんですけれども、まずは薄力粉をふるっております。大体っていう言い方ですが、70g ほどですね、ございます。で、卵は1個なんですけれども、卵黄と卵白を分けています。そうですね。を分けております。そうですね。そして、オリーブオイルが後ほど入りまして、そして 100cc の牛乳が入ります。あと、塩、胡椒、これだけになります。では、泡立て器なんですけれども、この薄力粉に卵黄を入れていただいて、混ぜて、そして、牛乳も入れながらね、あ、すみません、ちょっと、どうしましょう。牛乳を入れながら混ぜていきます。泡立て器。もうまさしく天ぷら粉と 同じ要領ですね。そして、オリーブオイル。だいたい小さじ2杯ぐらいを入れるんですが、これぐらいでしょうか。実はこれで十分入ります。オリーブオイルが入りました。そして、塩、コショウです。塩とコショウ入ります。で、混ぜます。さて、ここでですね、これでなんとなくもう十分な天ぷら粉なんですけれども、卵白を泡立てます。しっかりと角が立つまでですね。もう、泡立て器がありますので、ちょっと音がするかもしれませんが。泡立てます。そうですね、冷水ですね。しっかりとね、ちょっと音があれかもしれない。卵白にはもうお塩も何も入れません。ですから、卵白のズッキーニのお花のフライプラスお茄子とか、日本の天ぷらに使われるお野菜をもちろん利用いただけるわけなんですけれども、卵白を泡立てることによって、天ぷらのその種ですね、ですから、ふわっとした出来上がりになるので、レシピによっては、天ぷらを1個先ほどの方にも入れて一緒に混ぜるとか、そのようなのもありますけれども、卵黄と卵白を分けて、そして卵白を泡立てます。この方が完全にふわりとしたフライが出来上がりになって、もう角が出なくなるので、もうちょっと、この見分けは、まあ、和食の方です。肩がね、出てきます。こういう形で肩が出てきますね。
そうなんかすごい泡立てるとふわーっとした感じに仕上がるんですね。そう、これで一回止めます。これで角が、あれ、角が立つというのがこういう形です。あとは、ここ押したときに、下に、落ちない。これが、しっかり立てた。というね、二人目です。これを、先ほどの方に、まず、少しだけ卵白を入れまして、混ぜるときも、結局、卵白を崩してはいけませんので、お菓子を作るような感じで、同量で卵白を崩せずに、もう、缶切るような感じでね、混ぜるのみになります。そうすると、ふわっとしたね、生地、卵白、カスタードクリーム、そう、こんな形で、ふわっとしたね、生地、出来上がりました。おしょ、おしょ。おかしいな。そして、あ、お花を塗って、お花を部分、どれだけ、ちょっと油をどれぐらいの、少しだけで、ふわっと、ちょっと花びらの部分ですね。あ、音声ダブルで聞こえるようです。大丈夫ですか？あ、聞こえてますけど、おしべとかも全然そのままです。こういう、見えていただきましたね。これも全部そのままです。OK、じゃあ、ちょっと焼きました。それでは、あまり温度をつけすぎると、かなりふわっとしたものが出来上がりますが、ちょっとね、こういう感じに薄めにつけていただいて、もう、少しですね。取らないんですけど、もうこのままになります。しっかりと洗っていただいて。で、もうすぐにね、だいぶ上がったので、声がダブって聞こえますか？あ、そうですかね。あ、大丈夫ですけど。あ、じゃあちょっと待ってください。場所が出かな。今どうでしょうか？ちょっと場所を変えようかな。
ただ、音声がダブってますね。ああ、そうですか。音声、今いかがでしょう。音声、今いかがでしょうか。あ、確かに、なんかダブってるかしら。かな。ま、じゃあ、ちょっと早めにいたしますね。場所があれかもしれない。ありがとうございます。そうすると、本当にもう2、3分でふわっと衣がもうきつかったので、これで十分ですね。こちらはですから、アペリティブ食前酒の飲み物とか、あとは前菜のように食べられたりとかね。あ、じゃあもちろん。大丈夫でしょうか。あ、多分今音声大丈夫だと思いますけど。お花の天ぷら、確かに普通のお野菜に比べるとちょっと早く揚げないとっていうのが、ね、ございますので、ね。で、先ほどのお野菜の詰め物を一旦もうちょっと焼いておいたのがございますので、今朝ですね。で、こちらをちょっと盛り付けます。よし、ズッキーニ、トマト、
教育。あ、じゃがいもと。そうですか。声が、ゆかりさん、今もまだ、ちょっとゆかりさんの声がダブってるみたいですね。ダブってまあ、すか？あ、ちょっと待ちください。音が。あ、確かになんかバチバチって言いますね。なんでだろう。先ほどまでは何も。あ、確かに。何か喋るとバチバチ言いますね。あ、こんにちは。そう、なぜでしょうかね、私のだけ。油のところに。聞こえなくなりました？あれ、でも私、ゆかりさんの声は聞こえてるんですけどね。あ、他の方、皆さん聞こえてないのかしら。なんかど。一回。どっか触ったのかな？ちょっと待ちください。何も触ってないですね。ないですよね。一回、これ、私が退席すればが出る。そうしてみます？はい。だから、ジョンコさんは、つけておいてください。そのまま、はい。どうしたらいいんだどうろう。したらいいの？あ、そっか。私、退出しますね。また送ってください。はい。はい。いかがでしょどうかう。いしかがでしょう。なんかダブってる。おかしいのかしら。どうでしょう。ゆかりさんの声どうでしょうか。いかがでいしかょう。がでしょう。でも私はでも綺麗に聞こえるんですけど。何か電波があるかな。あら。今2つ画面映ってますかね。上が私で下がゆかりさんの画面出てますけど。時差があるかもしれない。画面は2つ見えてますか？時差だった。あ、やっぱ時差だったんですね。あ、オッケー。あ、オッケー。じゃあ、ジュンコさん、続けてください。私、今のところもあれなので。さっきナスをもうこちらのトマトの、ソースの方に混ぜて、で、最後にバターのオリーブオイルをかけて、終わりなんですけども、多分もうちょっとこれ結構、ピーマンの形がね、ちょっと残ってるんですけど、多分もうちょっと細かく切って、形がわからないぐらいグツグツ、もうちょっとこう水を飛ばしながら多分やった方が、
いいと思うんですけども、まあ、こういう感じで、3種類です。このトマトと、ナスとピーマンを使った、やり方です。それで、あと、この、もう一つピーマン、サラダ、なんですけども、さっき切ったピーマンが、ね、ありますので、これ、皮を取ったピーマン。もう一つ、向こうでもね、よく食べるサラダなんですけど、このピーマン、皮を取ったやつ。で、これをちょっと、まあ、お皿に入れまして。それで、あと、もう一つのサラダで、これ、また、トマトと、これ、ちっちゃく切ったトマトと、玉ねぎと、あと、これまた、パセリです。で、この3種類が、あるんですけども、これをちょっとまたこっちに混ぜて、まあ、少しだけですけども、で、こういう、もう一種類の、やり方も、ね、ありますので、もうちょっと。で、こちらの方は、冷蔵庫に、冷やして、ね、ただ食べた方が美味しいんですけども、さっきのラタトゥーユは、温めてもね、冷めてもね、両方ともね、美味しいんですけども、で、こっちは、バーっとこの、ピーマンの皮を取ったのと、トマトと玉ねぎ。それで、あと、これで、ね、食べるのも、美味しいですので。それで、あともう一つこの、ペースト状、ここの、ごめんなさい、さっきのラタトゥーユですよね、ラタトゥーユ。そうですね。もうちょっとこう形がなくなるまで、多分ナスとかをもうちょっと、もうちょっとナスを煮込んだ方が良かったと思います。結構ペースト状になるぐらい。そうです、そうです。で、パンにつけて食べる、そういう感じになった方がいいと思います。そう、今日頑張って、この長靴とのオリーブのね、お皿を探して。あった。ですね。サラダは、ごめんなさい。あとね、サラダ、これ、塩コショウと、あと、そうですね、あとはちょっとレモンのお汁とか、あとちょっとビネガーとか、ちょっとお酢とかをね、入れて、で、そういう感じで、軽い感じで大丈夫だと思います。ちょっとお皿に盛って 終了です。飾り付け替えたらもう終了ですか？飾り付け。はい。終了。また待ちます。はい。で、こっちがちょっとラタトゥーユと、で、こっちがサラダ、になりますので。ありがとうございます。そうです。すごいね、ゆかりさんのも、綺麗に。食べれない。あれ？またゆかりさんの声、どうでしょなんかダブってるみたい。なんかダブってみる。でも、聞こえづらいかしら。そうです。すみません、ダブってます。ダブってます。わかります。かな。
いかがでしょう。そのズッキーニのお花はもうそのまま食べる。そうそう、それが、塩コショウ、うん、入れていただいたり、あとは、甘辛ソースっていうのかな、うん、うん、うん。私の手作りなんですけど、この、あとはトマトソース系、あ、そうですね。うん。うん。ちょっとトロッとした。豆板醤入り。豆板醤入り。これで。そういう感じですね。あ、そうですね、オムレツですとかね、あとパスタとか、うん、ね、あ、そうですね、なんか合いますね。これ、パンチは何分ぐらいオーブンで焼きました？45分ぐらいやっぱり、うん、うん、はい、はい、テラスでいただきます。いやいやいや、ですね。うん、はい。ちょっと最後にそこの声が聞こえて、ダブルトーンで聞きづらくなっているかもしれません。うん。後ほどまたね、方に見たときの見たというよ、ん、うに、そういったのを、記載して、ご案内したいと思います。ね、そうですね。また、ちゃんと分量とかね、はい、また載せますので、はい。はい、まあ、なんとか、なんとかできました。ちょっと、ね、声が聞きづらくて、ね、申し訳ない。ね、わかんないですね、なんてか。ごめんね、申し訳ない。いきなりでしたね。ね、夏らしい。ね、食欲がそうですね。もう野菜ね、なので、夏はね、野菜食べないとね、ダメですよね。うん。ね、うん、すごい綺麗な、明るいね。はい、うんうんうん、はい、ありがとうございます。いや、こちらこそ。あ、そうですね、トリさんのこの衣も、うん、ね、ふんわりとしてね、うん、はい、あれ、声がまた途切れて、そうそう。ありがとうございます。とにかく画面が綺麗に、うん、あ、そうですか。そうですね、ソースとあとこの豆板醤ソース、全然辛くて辛くない豆板醤の後は今の問題ですけれど日本であるもう材料で、うん、パンとかね、お砂糖とかね、うん、生姜とニンニクが入る。ショック連続でした、今日すいません。またでも作ってみてください。ズッキーニのお花ぐらいは難しいですけれども、日本の天ぷらのお野菜でね。はい、ありがとうございます。ぜひ、はい、試してみてください。
そう。うん。じゃあ、森小屋さんの夕食、すごいもう、もう完璧ですね、今日は。今日の夕食。もう、出来上がりじゃない。ね、はい、じゃあ、じゃあぜひぜひテラスで私のこの、うん、リオくんちょっとリオくんが寝てるマンションに住んでるので外のね外のね、初めてかもしれない。雲が良くてお天気がいいですね、そちらも。はい。リオくん。うん。あ、リオくんが起きた。リオくんは素晴らしい。ほんで、暑いから。そうそう、猫ちゃんも。今日はね、誰もいないんで。そう、リオくん。大きくなった。そんなになった。うん、あ、リオくん。そうそうそう、もうね、1歳とちょっと2ヶ月。はい、ありがとうございます。また見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ画面を。くるみ。暑いから。では画面を。はい。今、木村さんの声、私は聞こえてるんですけど、ちょっと聞きづらかったのか。うん、今も多分ちょっと。今も多分ちょっと。あ、外してるかもしれない。じゃあ、また、皆さんもぜひ。作ってみてください。私はね、機会がありましたら、やりましょうか。はい。やりましょう。じゃあ、いただきますよね、ゆかりさん。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。こちらこそ。はい。じゃあ、はい、またなんか考えましょう。はい、ありがとうございました。では、じゃあ、ゆかりさん、また。はい。じゃあ、切ります。失礼します。